はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は FGO の歴史、まあイベントの振り返りみたいなやつですね。まあちょっとやってみたら面白そうだなと思ったんでやっていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで、まあ早速見ていくんですが、 FGO に関して2015年の4月18日から7月27日まで事前登録がありましたって感じです。はい。で、まあ事前登録あるんだけど、内容すごいよね。サービス開始前事前登録で特典内容がレア召喚2回分の石セイバーリリーのみっていう今だったらね、なんて言うんだろうな、石80連分プレゼントとかね、このキャラクターが確定でついてくるとかあったりするんですが、まあセイバーリリーと2回しかガチャ引けない分の特典ってなんやねんって感じよな。ただ、まあ2015年ってそこまで事前登録とかがめちゃくちゃあったかって言われるとない時期だったりするんで、まあまあ今と比べるとゴミだなって思うんだけど、まあまあ妥当だったの、その当時からすると妥当だったのかなとか思ったりしております。あ、でこれイベント振り返るって言ってるんですが、キャンペーンは別となっております。はい、なのでそこだけご了承ください。キャンペーン等ももしかしたら違う動画で振り返っていこうかなとか思ってるんで、まあまったり見てもらえればいいかなと思います。で、次、2015年の8月19日から、9月9日、激闘クラス別サーバント戦っていうのがありました。はい。で、これどういうイベントなんだろう。まあ、見ていくんだけど、なんか、初級クリア報酬みたいなんで、低レアのサーバントを入手できるっていうイベントっぽいね。で、まあ、上級クリアで、なんか石1個とか、ひずめとかが入手できるイベントっぽいね。うん、まあそのことを考えると、なんで低レアサーバントをイベントで配布するんだっていうのがあると思うんですが、フレンドポイントではなく昔はこれが配布されてたっていうちょっと面白いことになってるかな。ただまあ昔ってここまでサーバントを入手できる機会がなかったっていうのがあったりするんで、まあそのことを考えるとまあまあ妥当なのかなとか思ったりしています。で、まあここら辺ね、アサシンの小次郎とか入手できていると、ドラゴンスレイヤー小次郎みたいな感じでストーリー進めやすくなってたっていうのがあったりするんで、そういった意味ではまあある意味いろんなサーバント触れてほしいっていうイベントだったのかなっていう感じです。で、あ、そうだ、白銀の鳩に関しては2015年、からやっていません。はい、2016年ちょっとぐらいからスタートしているんで、まあここら辺の内容全くもって知りません。で、次、9月16日からネロ祭りがありました。で、このネロ祭りってボックスイベントじゃなかったはずなんですよ、俺の記憶が正しかったら。はい、初級長級とかあって、あれ長級って AP30 で回れたの、で、フィナーレが AP40 で回れてたらしいです。はい。で、これに関して、そうだね、イベント限定アイテムで概念霊装、あのネロのこのやつですね、この概念霊装が、ゲットできたっていうのと、まあアイテム交換があったよっていう感じですね。で、まあこれなんかこう見るとさ、レートがすっごい低く見えるんだけど、気のせいかな。まあ開始早々どういうのがあったっていうのがわからないと思うんですが、なんか思ったより銅銀金っていうのを見てみると、200、300で1100枚っていう結構偏りみたいなのがあったりするのか、なんかそういった意味ではちょっと面白いなーっていう、今ね、どちらかっていうと銅のやつが一番必要みたいなのがあったりするんですが、昔は金の星5概念霊装っていうのが一番多かったっていう感じなんだね。うん。で、まあイベントアイテム交換したら終わりみたいな感じだったんで、まあ、ボックスイベントっていうボックスイベントじゃなかったっていう感じですね。で、まあ決勝とか敵の HP 見てみると、まあ、長級までしかないということで、わ、5万、4万3000。少ないね。なんか時代の流れっていうのを感じたりします。で、次。月の女神はお団子の夢見るかってやつだね。これね、一応復刻があったんだけど、オリオンのイベントですね。オリオンのイベントってどんなんだったっけ？なんか普通に周回してた気がするんだけど、ああ、そうだね。イベントアイテムとして、まあ、ムーンセルオートマトンとか、いろいろ入手できるよーってやつか。はいはいはい。で、ムーンライトフェイスとか、いろいろが獲得できて、あ、そうだ。そうそうそう。団子の獲得数アップして、
なんか月見団子いっぱい交換することによってなんかいろいろ交換できるよっていうやつだ。そうだそうだ。ですごいよねこれ、交換レート。なんか必須の団子みたいなこと考えると500、2000、5000みたいな感じで、やっぱレートがバカになってるっていうみたいな感じになってるんで、そういった意味ではなんかレートとしては結構破格だったのかなとか思いつつ、まあ特選団子を交換すると月見団子いろいろ交換できるよみたいな感じになってるんで、まあそういった意味ではまあ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 なのかなって思ったりしつつ、交換素材で素材がない素材がないので、この時期って交換アイテム素材ではなく、どちらかっていうとピースとモニュメントを集めるっていうイベントだったっぽいね。うん。でまあイベントのピックアップあったりとか、オリオンがピックアップしてるとか、そんな感じですね。ハロウィンイベント、エリちゃんのハロイベですね。いや懐かしいな、これで配布のエリちゃんが来たっていうのと、ドスケベ霊装が来たんすよね。これ概念霊装とかそこら辺のやつあるかな、さすがに乗ってないかな。あ、乗ってないか。まあハロウィンのエリちゃんがそのまま配布されて、このメイドインハロウィンですね、これが、あ違うわ、メイドインハロウィンじゃなくてハロウィンプリンセスだ。これがね、ドスケベ霊装っていう概念霊装で、でそのブラドさんがねドロップするっていうので情報があったんですが、ブラドさんが全然ドロップしないからドスケベ孔明みたいな感じでね風評被害受けてたっていう記憶がある。でかつこのイベントってなんか幻の7分間だっけなっていう、なんかログインできた1日の中でログインできたタイミングが7分だけみたいな、超なんだろう選別されているログインがあったんだよね。でそこを乗り越えているとなんかログイン日数が最大まで行ってて、やべえこいつあの魔の7分を乗り越えたやつだすげえみたいな感じでね言われる、ちょっと面白いイベントだったりします。まあ幻のイベント、幻のメンテ地獄ってやつですね。でその後グダグダ本能寺、いいね、配布サーバントがポンポンポンってイベントできてるね。11月25日だったんだ。なんか2日間イベント伸びてるっぽいね。うん。でまあこれに関してはグダグダの始めということで、織田信長を入手することができるよっていう感じです。で、本能寺ポイントを一定値貯めることで入手できるということで、イベントアイテム交換プラスポイントですね、これを集めることによっていろんな素材を入手できるよっていう感じになりました。そうだ、昔って150万ポイントだったんで結構倍率少なめって感じですね。で、星5概念霊装のここら辺の交換レートはちょっとずつ安定してきてるっていう感じかな。星5、星4、星3だと思うんですが、まあ星3の方でホークンとかね、いろいろ入手できるようになってきてるし、まあ素材等も入手することができるってなっているんで、まあ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 妥当なのかな、やっとまともになってきたのかなっていう感じだね。ポイントでも美味しいし、周回でも美味しいし、まあイベントアイテム交換でも美味しくなったみたいな感じで改変されてってるっていう感じです。改善されてってるって感じですね。でここですね、ほぼ週刊サンタオルタということで、まあイベントがありました。はい、ここからボックスイベントっていうのが追加されたって感じかな。でこれイベント限定アイテム交換とかでまあいろいろあるんですが、ここに書いてるね、靴下ゲットすることによって、まあいろんなアイテム入手できるよっていう感じです。でこれね、ホーリーナイトサインですね。まあ上側にあるこのジャンヌの霊装なんだけど、俺ねこれとつれてないんでね、正直いつかとつりたいなって思ってるぐらいに割と欲しいです。で、あ、靴下の追加ドロップを 20% 増やす、なんか微妙だな。今のドロップってプラス1、2とかついてるんだけど、昔って 20% っていうパーセンテージだったんだ。へえ。で、まあいろいろね、星5アイテムの交換素材、星4、星3っていうのがいろいろあったりするね。で、まあ一個一個、概念霊装を交換できるよって感じなんですが、1枚概念霊装を入手しないと、とつることができないってなってるんで、まあ周回鬼ほどして霊装とつってるっていうイメージがあったかな。で、あ、いろいろある。1回目特別引き会見。とかいろいろあるな。で、
まあいろいろな魔石とかあったりとかして、まあまあまあやっぱりいつも通りに奇跡魔石奇跡入手できて、まあ素材等が入手できて、マナプリとか銅の果実が永遠と入手できるよっていう感じですね。まあそのことを考えるとやっぱりボックスイベントこの時期からやっぱ一個頭抜けて美味しいですね。はい、なのでまあボックスイベント今後来た際にはね、とりあえずガン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 使って周回していくっていうのがいいのかなって感じかな。で、あ、ジャック・ザ・リッパーとかなんかサンタ・オルタ使うと増加数が4個上がるみたいな、え、そうなんだ、概念霊装でパーセンテージが上がって、でサーバントによって個数が上がるんだ、へーへー、なんかそういった意味ではちょっとめんどくさいね。なんかパーセンテージとキャラクター考えないといけないっていうのになったりするんで、まあそのこと考えると全部なんか個数アップするっていうのが固定化されて、まあまあ良かったのかなとか思ったりしています。で、どれぐらいなんだろう、最後の聖夜級っていうのが、あー14万9万、ちょっと強いって感じだね。ここら辺からやっぱある程度敵が強いなーっていう感じがしてきたんですが、まあ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 、今と比べると弱いけど、まあ昔だった場合これ飛ばすのって結構大変だったと思うんで、割と砂繰り周回っていうのが多かったのかなとか思ったりしています。はい、 NP チャージのキャラクターもいなかったと思うんでね、そういった意味ではちょっとどういう風にみんな周回していたのかっていうのは気になったりする点なのかもしれない。はい、ということで2015年の、イベント振り返ってきたんですがこんな感じです。いやけどちょっと待って、振り返りで結構話しまくってるなこれできたらね、まとめて16、17、18、19のやつポーンって上げていこうって思ってたんだけど、多分16年ってここからすごい量バーってなるんですよ。はい、で17年もダダダダダダって増えていくんで、まあちょっといろいろ省きつつまた違う別の動画でいろいろお話できたらいいなと思います。はい、では、最後まで見てくださった皆さんご視聴ありがとうございました。次回は2016年のイベント振り返っていこうかなと思うので、気になる方は見てもらえると嬉しいです。それじゃあバイバイ。